先ほどなんですけども国道21号でちょうど私の前を走ってる車がですね合流したんですね。右の車線から左の車線へ。でそしたらその直すぐ後ろにいたシルバーの車とねちょっとトラブルになりそうな感じでしたね。先ほどなんですけども国道21号でちょうど私の前を走ってる車がですね合流したんですね。右の車線から左の車線へ。でそしたらその直すぐ後ろにいたシルバーの車とねちょっとトラブルになりそうな感じでしたね。で車同士がこうなんていうんですかね、何すんだよみたいな感じでねこう左右に振ってたんですね。でねああいうトラブル見かけたんで、まあ、後ろからねまあまあ押さえて押さえてという感じでジェスチャーしてみたらまあ、収まった感じでした。そのジェスチャーを見てね収まったのかどうかは分かんないんですけど、そんな感じでジェスチャーしてみたらなんとなく収まったという感じで、まあ良かったんじゃないかなというふうに思います。まあ、ああいったねさ入れるか入れないかっていうトラブルに発展しやすいですよね本当にね。ああいう時はもう譲り合いの精神で、あどうぞどうぞ入ってくださいと、あ入れてくれてありがとうねと、そういう気持ちで譲り合いの精神でね安全運転で行ってほしいと思います。本当にね路上のトラブル多いですね最近。やっぱり譲り合い、それから安全運転のね本当に高い志を持って楽しく行ってほしいと思います。そんな感じでした。ありがとう。